っております。栃木県にある旅館ですね、そちらに向かってるんですけれども、その途中に、いくつか観光スポットがあるので、そちらに寄ってから旅館にね向かいます。白濁の温泉ということでね、非常に楽しみですが、紅葉シーズンということもあり、旅館もね満室でちょっとね不安な部分もありますね。ではまず今東北道なんで 1,2 時間ドライブ楽しみます。デイ、上川地サービスエリアに着きました。ここでですね、まず腹ごしらえをしたいと思います。いいですよね、サービスエリアの昼食久しぶり。いつもだったらですね、そばをいただくところですけれども、今回は餃子をいただきます。きたー、いただきます。はい、ごちそうさまでした。うまかった。まあけどやっぱりサービスエリアで食べるご飯はやっぱりそばがいいですね。あとね、20分ぐらいで高速降りるんで楽しみですね。高速乗るとね、窓が汚くなるのが嫌なんですよね。はい、高速をやっておりました。で、下道でねしばらくドライブかと思ったんですけど、もう高速降りてすぐに千本松牧場というね、第一目的地がありますんで、そちらにまず寄りたいと思います。はい、着きました千本松牧場。すごく混んでます。今はね人がちょうどいない瞬間撮ってますけど、奥の方見るとすごく混んでる。で、規模がかなりでかいっぽいですね。初めて来ましたけどね、なんでここ寄らなかったんだろうっていうぐらいの規模ですね。雰囲気すごい、これ北海道にいるみたい。めいめいランド開いてますね。こんにちは。大きいですね。偉いな、動かずずっとここにじーっとしていて、かわいい。すごいですね、何頭いるんだろう。サラブレッドたちがたくさんおりますね。こっちにもいますね。馬さんがね、こんな近くで見れますね。こっちにメジロマックイーンがいますね。あ、時短出した。そして動物触れ合い広場がありますね。まあ時間がないんでちょっと今日は断念しますけどね。牛の放牧場があるそうなので、 620m 遠いけどそこだけ見て戻りますかね。気持ちいいですわ。普段あんまり牧場とか行かないんですけどね、寄ってみたらだいぶ気持ちいいですね。そしてここの規模が本当に大きいので、自然の中ね歩いてるだけで気持ちいいですよ。めっちゃ遠い、 620m ってめっちゃ遠いですわ。もうちょいで着きますね。やっと着きました。やっと着いたけど全然いないっていう。全然、けど景色はすごくいいですけどね。あそこに少しだけいますね。なんとか見えますかね。もうあそこまでは歩かないかな。
はい、牧場出ました。ここはすごいわ、本当にこの規模で無料でゆっくりしたらね、2、3時間平気で入れちゃいますね。今だいぶ早歩きで回りましたけど、30分以上かかりましたからね。というわけで今からですね、近くにあるもみじ谷、大吊り橋だっけな、紅葉を見に行ってきます。ただ今日ね、祝日なんで混んでるんじゃないかなっていうね、不安がありますけどね。果たしてどうなるか。いやもう全然ダメじゃない、上にすっごい映ってるよ。あ、そう。いやー、混みすぎ。入り口のずーっと前から渋滞したんで、さすがに諦めましたわ。まあちょっとね、機会があったら明日とか違う日にちにまた来たいなと思います。まあもう紅葉はね、ここでもねちらほら見えてますんでね、味わえてますよ、雰囲気は。はい、那須塩原温泉ゆっぽの里ですね、温泉街に来ました。見てくださいよ、この、廃墟がね、温泉街といったら廃墟ですよね。はあ、たまらんな。足湯は入りません。すごいですよね、ここね。ずーっとこう座るようになってて、輪っか状に足湯があるんですよ。すごー。やっとね、近くで紅葉を見ることができました。綺麗だわー。ここでなんとですね、温泉が飲めるんですよ。以前来たことあって、なんか建物が変わってたんで飲めないかなと思ったんですけど、すごい結晶みたいのが。いただきます。あ、マスクしてたから飲めない。うん。いやー、渋い川沿いですよ、本当にたまらない。見てこの温泉街の、携帯落ちた。見てくださいよ、この雰囲気。すごいいいけど車が止めらんないからね、歩けないんですよね。いい景色のところも出てきた。ちょっと車止められたら車止めます。すごい、たまたまね車を止めることができました。結構混んでたんですけどね。見てくださいこの景色、ここはすごい、初めて来た。ここもね、もちろん無料で入れましたよ。すげー、ここは来てよかった。チャプリたくなりますね、チャプリたく。あー、冷たい、気持ちいい。真っ赤っか、きれい。温泉がもともとあったみたいですね、こんな感じで。すごいとこにあったな、これ更衣室の。すごっ、見れるかな。あ、100円で入れたのかな。あ、コロナの影響でね。いやー、ついつい長い時間滞在してしまいましたね。なんかお土産屋さんみたいのもあるので、そこで時間を潰しつつですね、まだあとね1時間ぐらいあるんで、ドライブもしようかなと思います。いやー、マジでラッキーでした。止められてよかった、車。もうね、私たちが出た後はもうほんと止められないぐらい混雑してましたね。
どうしようかな。とりあえずまたこの那須塩原温泉街をぐるーっと回ってみて、あの雰囲気あるとこあったら見ようかなと思います。温泉街出ました。そこまで風情のある場所は見つからず、このままですね、またちょっとドライブして時間潰さないとな。はい、もうねだいぶ車走らせてみたんですけど、見るところもなさそうなんで、あと動画もね、那須塩原温泉街でだいぶ楽しんでしまって長くなってると思うんで、この辺で一旦前半は終わろうかと思います。後半はですね、旅館に入るところから次の日、ハンターマウンテンだっけな、まあ、観光もするのでそこら辺の動画になると思いますので、よかったらですね後半は概要欄の方からまた続きを見ていただけたら嬉しいです。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた続きでバイバイ。肉がほんとすごいです。普通にステーキ食べてる並みにボリュームもあるし美味しいし。